録音します。はい、非加熱製剤が流通するようになって血友病のビジネスモデルが誕生したんです。話しますよ。そう、昔の話をね。わかるでしょ。人の命を何とも思っていなさすぎるんです。事実ではない。731って、あの人体実験の。日本の医学界は何をどの段階で間違い始めたのか、そしてどうしてそのことを修正できずにここまで来てしまったのか。